から出たやつがコヒレンスに戻って、うん、でこいつから出たやつがこの田村のこの要は分配器ですね、はい、ね、これに入って、これから出たやつがこの辺のチャンデバ1234、何個だか、うんと上にして456789101010ウェイに入って出たやつがまた足んない、ツイッターなんかいっぱいまたいるんで、これがツイッター用のデバイディングアンプで、でこれが他のとこので、で低域と高域だけはこれでちょっとね、まあ味付けというかコントロールしてますって感じですね。でパワーは、パワーはそこら中、これは5チャンネルで、向こうのお尻の中に玉の805が、とあとクオードの501のモノアンプディーター、この玉も使ってるんですか。でこれアバンギャルド 300B ですね。あ、アバンギャルドは玉の、であっちにあるゴールドウンド の, あのちっちゃな、あ、はい、おもちゃみたいな、あれがツイッターですね。あ、でその下にあるビクターの、5ちゃんの AV アンプ見えないかな、見えないです。あれがね、あれもツイッターです。でその下にあるクオードのなんとかいう、見えないようなアンプが、よいしょ、操作しないから奥に置いてあるあれ、あれも、あれがダメだっけな、覚えてないどっか鳴らしてます。これも何ていう、これはどこなんですか。これはね、いや、これアメリカのね、なんとかシネマとかなんとかいう、あ、ね、AV 系の、中身がね、くれるっぽいんですよね。あ、アナログなんだ。そうですか。こいつはパワード。あ、はい。うん、フォステックス。で、これ、ロシードの坊ちゃん、これも、これでね、このエレボイのウーハーだとか、まあ、いろいろ鳴らして。これはサブなんですか。これサブですね。うん、よいしょ。そうです。これがね、これあの車のとかのバルブにつけると、はい、これ遠心力で、つかんねえな。よいしょ、これ。つく、ランプがつく。結構ね、力入れるのでつかないんですよ。照明。そうそうそう。で、これをそこに置いといて、これが光ったらちょっとうるさいぞ、みたいな。心臓の、ちょっと迷惑だぞ、みたいなんだけど、結構光っちゃうんですよ。このイオン系は、あっちのさっきの小さいアンプかなんかで。そうそう、イオンがそうですね。今ね、なってないです。あ、なってない。結構発熱するんですか。いいですよ。1500度ありますから、ね。あらら。あ、そうか、イオン。要するに、アークさせてるから。あの温度上げてね、オゾン臭を出ないようにしてるらしいんで、余計暑い、ね、